はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。前回はですね、オートに戻ってきて、そこからローランディアの王様に会うところで終わったと思います。ちょっと自分も忘れちゃってるんですけど、まあ会ってみれば分かりますね。多分報告で会ってると思うけど、戻ったな。ランザック王からの返事は受け取ってきたか？ランザックからですね。どうやら同盟は締結できたようだな。これもお前たちの働きがあったからこそ成し得たことだ。もちろん。迷いの森の遺跡を用い、バーンシュタインとランザックを戦わせるということがなければ、決してこの同盟は成功していなかったであろう。いや頑張った、あれは頑張った。そしてバーンシュタインとランザックが戦っている間に、我が方は防戦の準備をすることができた。お前たちも安心して休暇を楽しみがよかろう。ありがとうございます。今回の働きに対して与えられる休暇は2日だ。2日？休暇2日しかくれないの？休暇2日？どうしようかな。今日はどこへ？じゃあ今回はコムスプリングスに行きましょう。温泉にも入ってるぜ。はい。さてどこ行こうか。ジュリアン。ジュリアンいるかな。あいだ。まあ黙ってましょうかね。とぼけるな。見た。ジュリアンが女だってこと？やはりしてしまった。お前はなぜ私が女であることをバラさなかった？そのことを言うだけで私はナイトの称号を剥奪される。いやもう女の子見た、女の子って言ったら変やけど、見たら分かるやろ。ローランディアにとっても悪い話ではなかったです。まあね、いやそうなんだけどさ。いやどうしよう、勝負は堂々とつけたいからだという、ジュリアンだから言わなかったという、ジュリアンだからかな。それな。それに今までジュリアンは一生懸命やってきたんだから、こっちも勝敗は正々堂々としなきゃね。そう。でもなんで女だってことを隠してたの？だから慣れへんからやろ、それやったら。言わなかったか。インペリアルナイトの条件は真理対全てを兼ね備えた男である。私の家ダグラス家は多くのインペリアルナイトを輩出してきた家柄、当然男子の誕生が期待された。だが、さあ、母が私を産んだ後に体を壊した。だいぶ経って回復はしたのだが、
や、最初から父はそのつもりだったわけではない。ただ、私が生まれてからの父は何事にも無気力だ。だから私は少しの父に喜んでもらうと思い、自分の意志で剣術を始めた。そうなんやな。父が生きる目的を失ったのは自分のせいだ。自分が父を救わなければいけない。そんな風に。ジュリアンに責任はないと思う。言う、いやまあそうやねんけど。まあいいや、言おう。そう。私が生まれた時、父は非常に落胆したそう。それが私の家に数多くのナイトを排出してきた家だ。どれがいいんや。だが生まれたのは娘だ。そして時が移り、幼い私は父の手ほどきで剣術を始めた。少しでも父に喜んでもらおうと思った。私には剣の才能があったらしく、父が喜んで私に剣を教えた。それが幼い私には嬉しかった。だが体が弱かった弟が、遅まきながら剣術を始めると、父と弟へと告げ。そうやんな。そのうち父は、弟のかかりきりになり、弟は飛躍的な力をつけた。なんか こうなってくるとちょっともどかしくなるよね、ジュリアン的に。弟さんに？そう。その様子を見て焦りを感じた私は、以前にも増して剣に打ち込んだ。ただ、努力すればするほど気持ちだけが空回りし、剣にもう。そしてそんなある日、ついに私は弟に負けた。ついに父の弟の表情はこの目に泣きついて。わあ、なんかちょっとショックやわ。なんとなく想像つくわ。私はそんな風に父に褒めてた。それから血の滲むような努力をして剣術を鍛え、強くなればまた父が優しくしてくれると思ったの。父に喜んでもらいたい一心が効いたのだろうな。それまでのスランプがまるで嘘のように腕が上がっていく。それじゃあ弟さんには？当然私の勝利に終わった。だが褒めてくれると思った父は逆に落胆していた。そして負けたことを悔やむ弟にねぎらいの言葉をかけた。そう見たと私への愛は消えた。悲しい。私はそれを言えた。それ以降お前も知ってのとおり。せやな。だがそのおかげでお前たちって剣を振る理由も見つけることができた。それで今、父の気持ちも理解できる。私が女で生まれたことが悪いの。そんな。男として生まれればと思うことも多かったが、お前と出会ってからも以前ほど悩まなくなった。本当に感謝してる。全然ええで。これまでは私の邪魔ばかりする嫌な奴という認識だったが、これからはその認識を改めよう。いや、どんな認識やった。邪魔ばかりする嫌なやつって、別にそんな邪魔ばっかりしてないけど。お前との決着は次に戦場であった時につけよう。それ戦場に来ないで。いやなんか、それと私の本当の名はジュリ、ジュリア・ダグラスが私の本当の名だ。そうなんや。あ、だからか。なるほど。そうだったか。
やー、すごい話でしたね。想像を絶する話の中、下では音符が飛んでたっていうね、なんでやねんと思ってちょっと話の内容入ってこんぐらいあるわみたいな感じでしたけど、いやでもね、あ、カレンさん、人もやりがいがあるんですよ、やりがいがあるんですよ、でもちょっとどっか行っちゃった。さてどうしよう、あ、夕方になりますね。よし、次の花言葉、ひまわりは好きですか。ひまわりの花言葉、あなたは素晴らしいなんですよ。ひまわり好きですけどね。皆さんは好きなお花とかありますか。ん、うん、また教えてくださいね。さあ次のの休暇はあと1日だ。今日はどこへ行く。夕方になったら ここに集合ね。さてどこに行きましょうかね。自分たちも、どこだ、ミーシャがいるな。なんにもいない、誰もいないな、ここには。はあ、どこだ。さてと、あ、カレンさんがいる。でもな、ルイセはどこにいるのかな。ルイセちゃん、家かな。お兄ちゃん、お兄ちゃん、はい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 、どうしたのよルイセちゃん。頭を撫でる。うー、お兄ちゃんだ、よかったよ。どうしたちゃんと話してよ。うん、お兄ちゃんがいなくなる夢見ちゃったの。あー、そうなんやね。こいつがいなくなる夢。あのね、天気が良かったから日陰に寝転んでたらうたた寝しちゃってね。最初はミーシャとかウォレスさんとかも一緒だったんだけど、話が長くなりそうな予感、取り乱してるせいかしら。そこに強い風が吹いてきてね、目にゴミが入りそうだったからね、ちょっとこっち来て。そんな、そこで目を開けると前にいたはずのウォレスさんがいなくてね。びっくりして横を見るとミーシャもいなくてね、お兄ちゃんやティピもいないの。それで私が一人ぼっちになっちゃって本当に怖くなっちゃったんだから。え、お兄ちゃんどこ。ティピ、お兄ちゃん、お兄ちゃんどこ行ったの。ああ、ちょっとティピやりすぎやで、何やってねえ。あれどこだ。こっちか。ルイセー、あれ開いた。お兄ちゃん、
もう本当にびっくりしちゃったんだからね。かくれんぼだという、判断能力テストだという、いたずらだという、かくれんぼなんと言い訳しますか、いたずらだという、ああどうしようかな、いたずらって言おう。もうお兄ちゃんったら、かわいい類性ん、どうしてそこで喜ぶかな、だってお兄ちゃんに遊んでもらえたんだもん。はっ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 は、そりゃティピーもそうなるわ。安心したらお腹空いちゃった、私何か食べてくるね。おお幸せな娘よね。確かにびっくりだよ。あ、ミーシャに変わってる。さあミーシャ、今日の花言葉は、え、おみな、うん、おみなえしの花言葉は美しさ。私はまだまだですけど、これからがあります。ファイトミーシャ。おお、そろそろ集合時間だね、うん、さてみんな揃ったね、お城に戻ろうか。お疲れ様でした。休暇は終わりだ。はい、お前たちは次の任務についてもらう。はい。さて次の任務だが、急いで行うべきものは今のところない。あ、ないんだ。そこでお前たちが調べたがっていた異形の件を調査してくるというのはどうであろう。お、いいですね。もし異形があのゲベルだとすると、遠からず我々人類とことを構えることになるはずだ。その時のためにも異形の正体を知っておかねばならぬ。そうだよね、もともとの目的って怪物の正体を探ることだもんね。まあね。思い出すだけでこの目が、この腕がうずくさ。はい、というわけで、とりあえず行きましょうかね。あら、どうしたのですか。調査方針の相談。お兄ちゃんが夢で見た怪物を調査しようと思うんだけど。うん、どこから調べたらいいのかな。そうですね、ボイスに怪我を負わせた連中は本当にゲベルと関係があるのか、そこから探してみるというのがいいでしょう。なるほどね。俺が目と腕を失った場所、確かガルアオス監獄のあたりでそんなこと言ってたよね。あそこから北東に行ったところに村がある。それじゃあその村から調査すればいいのね。頑張るのですよ。はい、ありがとうございます。というわけでですね、じゃあ次の目的地が決まったところで、そこに向かいましょうか。監獄にまず行かなきゃいけないんですね。ここで魔法は使えるかな。お、監獄どこや、監獄あった、ガルアオス監獄に行って次は危ねえ、さてと次はじゃその村に行って今回は終わりましょうかね。北東っつってたよな。あ、洞窟がある。
見えな。あ、よかった。なんもなかった。わわわわ、なんか新しいやついるぞ。戦いたくないな。え、村村村は村は。わあ、こっちは何。あ、クレイ村だ。やったやったやった。はい、到着。そうだ、一つ思い出したこと。はい、何でしょう。実はこのクレイン村の村長はルイセと同じくクローシアン。あ、そうなんだ。私と同じ。まだ生きていればの話だ。はい、というわけでですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。